こんにちは、こんばんは、TK です。今回ご紹介するのは立花明さんの著書無理ゲー社会という本です。はい、なかなかショッキングなタイトルですよね。難易度の高いゲームがクリアできなくて、これ無理ゲーだろと思ったこと、あなたも一度はあると思います。ただ本書の言う無理ゲーはゲームの中の話ではなく現実世界のお話なんですね。では立花さんは具体的に社会のどんな部分を無理ゲーと表現しているのか。結論から言うと、自分らしく生きられる世界を無理ゲーと言っているのです。はい、この主張を聞いてどう思ったでしょうか。おそらく自分らしく生きられる世界の何が悪いの、逆にいい世界じゃんと思われた方が多いと思います。もちろん自分らしく生きられる世界にはいい側面もあるでしょう。しかし自分らしく生きられる世界には大きな落とし穴があって、むしろ残酷な社会を生み出す原因になっているというのが立花さんの主張なんですよ。今回の動画ではそんな立花さんの主張の根拠を解き明かしつつ、この世のリアルに触れていただこうと思います。具体的には以下3つのテーマを解説していきます。1. 何が無理ゲーなのか。 2. メリトクラシーの落とし穴とは。 3. 無理ゲー社会を生き抜く方法は。では一つ目のテーマから見ていきましょう。 1. 何が無理ゲーなのか。まず本書は衝撃的なアンケート結果から始まります。ある政治家が SNS であなたの不安を教えてくださいと聞いたことがありました。すると信じられない要望が殺到したんですよ。ちょっとショッキングな言葉が対応されていますので、直接の引用は控えますが、相当に絶望に満ちた要望です。これらの要望に現れているのは単なる生きづらさではありません。対処不能な現実を突きつけられてしまい、何も希望が持てない、まさに無理ゲーに直面したような絶望が現れています。ではなぜ彼らはこんなにも絶望に満ちた人生を送っているのでしょうか。立花さんは原因として世界がリベラル化していることを主張しています。リベラルとは自由なとか自由主義のという意味があります。つまり世界がリベラル化しているとは、自分の人生は自分で決める、全ての人が自分らしく生きられる社会を目指すべきだという価値観が広がっていることを意味しているのです。はい、自分らしく生きられる社会と聞くとなんだか悪い気はしないですよね。誰だって制限だらけで自分らしく生きられない社会は望んでいませんから、自分らしく生きられる社会はいい社会のように思えます。しかしですね、この社会にはデメリットもあるんですよ。では自分らしく生きられる社会を目指すと、今の社会と比べて具体的にどんな変化が起こるのかを見ていきましょう。立花さんはリベラル化の加速によって自己責任が強調されると主張します。なぜかというと、自分らしく生きることと自己責任はセットだからです。例えば身分制社会では生まれた時の身分によって職業や結婚相手など人生の方向性が生まれた瞬間にある程度決まってしまいます。これはとても理不尽なことですが、責任を問われることはありません。なので自分の人生の結果がどうであれ生まれのせいにできるというのが身分制社会の特徴です。いい結果が出ても悪い結果が出てもその要因は生まれなんですよ。しかし自分らしく生きられる社会ではどうでしょうか。どんな人生を歩むのもその人が決められるわけですから、成功も失敗も全て自己責任と考えられますよね。これが自分らしく生きられる社会の怖いところです。今まではどんなに悪い結果が出てもそれは生まれのせいにできたんですよ。だから自分の能力を惨めに思うことはありません。しかし全てが自己責任となってしまえば、失敗した時に大きな絶望を味わうわけです。言葉にするなら、なんて俺はダメなやつなんだろうという感じですね。これが無理ゲー社会を生み出す原因となっています。自分らしく生きられる社会には当然いい側面もあります。それは純粋に能力が評価されることです。そのような社会のことをメリトクラシーと言います。個人の持っている能力によってその地位が決まり、能力の高い者が統治する社会を指すメリトクラシー。このメリトクラシーからは、努力しなかった者には厳しい現実が待っているが、努力した人は報われるようなイメージを受けます。このメリトクラシーを元に考えると、自分らしく生きられる社会において失敗した人はなんだか自業自得のように思えてきますよね。つまり失敗してしまったとしても、努力が報われる世界で努力しなかったお前が悪いということです。しかしこの発想には大きな落とし穴があります。では次に、
このメリトクラシーの落とし穴を見ていきましょう。2、メリトクラシーの落とし穴とは、メリトクラシーには教育によって学力はいくらでも向上する、努力すればどんな夢でも叶うという信念があります。この信念がリベラル化を加速させているのです。ただ立花さんはこの信念を、そんなものは神話だとバッサリ切り捨てています。なぜ神話と言えるのか、その根拠を解き明かしていきましょう。まず、リベラルな社会では差別は許されません。ここで言う差別とは、本人が選択できない属性で選別することを意味しています。つまり国籍、性別、年齢などで選別するのは差別になるのです。したがってリベラルな社会では、本人の努力によって向上させられるものを選別の理由にすることが求められます。そして本人の努力によって向上させられるものの代表例が学歴です。学歴が低いことの理由は、本人が努力しなかった結果だから、そこは自己責任だよねと言えます。だから学歴を選別の理由にしても差別じゃないという言い分ですね。はい、これだけ聞くと筋が通っているようには思えます。本人が勉強さえ頑張れば、生まれに関係なくテストでいい点を取ることはできそうですからね。はい、以上のお話がメリトクラシーを支える発想となります。しかしこの発想には大きな落とし穴があるんですよ。ではここから大きな落とし穴と言える根拠を2つ説明します。1つ目の根拠は、知能は遺伝するからです。行動遺伝学が半世紀にわたって積み上げた知見によると、知能の遺伝率は年齢とともに上がり、思春期を終える頃には 70% にまで達するとされています。つまり入試を受ける年齢になる頃には、親の知能の 70% が子供に関わってくるということです。この事実を踏まえれば、学力で選別するのは差別に当たります。なぜなら、生まれた瞬間に知能がある程度決まってしまっているからです。つまり入試の結果で選別するのを許した瞬間、自己責任を根底としたリベラル化など成り立たないことになります。2つ目が、能力を獲得できたのは偶然だからです。この根拠は以前解説した、実力も運のうち能力主義は正義かの内容が絡んできます。実力も運のうち能力主義は正義かの中で、マイケル・サンデルは、成功できたのは偶然、つまり運のおかげなんだよという主張をしています。なぜ成功したのは運のおかげと言えるのか。それは、成功の要因となった能力を獲得できたのは偶然の結果だからです。一つ目の根拠でも言いましたが、子供の知能に親の遺伝は大きく影響しています。また入試でいい点を取るための教育を受けられるのは、親がお金持ちの子供ばかりなのが事実です。もちろん子供自身が勉強する努力も必要ですが、その努力ができる環境をゲットできたのは、生まれた環境が良かったからとも言えますよね。はい、このように考えると、学歴は向上させられるとするのは大きな問題があることがわかります。しかし現実を見ると、学歴は本人の努力で獲得できるものとされていますよね。したがって世の中は学歴によって給料や地位が決まるのが当たり前となっています。そしてその現実を背景として、メリトクラシーを良しとする人は、努力すればいい暮らしができるんだから努力すればいいじゃんというわけですね。ただ今まで見てきた通り、生まれによって学歴を獲得できる難易度には相当なばらつきがあります。しかしそんな事実は見て見ぬふりをされてしまい、この世は無理ゲーだわと絶望する人が生まれてしまうのです。はい、ここまでのお話を聞いたことで、無理ゲー社会が生まれる原因がなんとなくつかめてきたと思います。では最後に、そんな無理ゲー社会を生き抜く方法を考えていきましょう。3、無理ゲー社会を生き抜く方法は、結論から言うと、立花さんは無理ゲー社会を生き抜く方法として以下のような言葉を残しています。生まれ落ちた瞬間に全てが決まっているわけではなく、自分の手で運命を切り開いていくことはできるはずだ。これからの時代に求められているのは、こうした不都合な事実を受け入れた上で、より良い社会を構想する進化論的リベラルなのではないだろうか。はい、まず伝えておきたいのは、不都合な事実を受け入れましょうということですね。どんなに理想的な社会を目指そうとも、完璧に平等な社会など実現できるわけはありません。これからも格差は存在し続けますし、失敗したことを自己責任にされ続けるでしょう。しかしその現実を変えるのは難しいので、まずは受け入れてしまった方がいいです。格差も理不尽もある残念な事実ですが、
これは受け入れましょう。ただ絶望する必要はありません。なぜなら生まれた瞬間に全ての結果が決まるわけじゃないからです。今画面に出ている図は合計145万8903人の創生児を対象とした性格や能力の分析結果です。遺伝率は言葉の通り遺伝で決まる確率を意味しています。共有環境は一般的には家庭環境のことを意味しています。非共有環境は学校、友達、教師など家庭の外の環境を意味しています。この図を見ると遺伝で決まる部分はだいたい 50% 前後となっています。これは変えようがないですから諦めるしかありません。ただ裏を返せば能力の 50% は自分の頑張り次第で変えていけるのです。もちろん家庭環境や家庭外環境も生まれた瞬間にある程度決まっていると思いますから、厳密には能力の 50% を自分の力で変えてはいけないかもしれません。しかしここで言いたいのは厳密な数字の話じゃありません。ここで言いたいのは理不尽な世の中だけどある程度は自分の手で運命を切り開けるよということです。自分じゃどうしようもできないことは諦めて自分の手で切り開いていけることに力を注げば少しは絶望する人も減っていくのかなと思います。はい、これで無理ゲー社会の解説は以上になります。今回のお話はなかなか残酷だったのでちょっと暗い気持ちになったかもしれません。ただこれが現実ですから逃げずになんとか受け止めてほしいと思います。暗いお話が続きましたが最後に光への道しるべは指し示したつもりです。努力で変えられる部分もありますので絶望しすぎることなく変えられる現状だけに意識を向けていきましょう。また今回ご紹介したのは本書の一部分でありまだまだ紹介できていないお話がたくさんあります。今回は動画用にやや表現をマイルドにしましたが本当はもっと残酷なお話や表現があります。勇気のある方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。リンクは詳細欄に貼っておきます。では最後にお願いです。動画を閉じる前にコメントと評価の方をぜひよろしくお願いします。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。